はい、こんばんは、かっこいいギタリストの竹下敦史です、今日はね、私の愛用しておりますこちらのレスポールジュニア、ご説明したいと思います。よしよし、レスポールジュニア、レスポールジュニアとはギターです。レスポールジュニアはアメリカギブソン社の手により1954年に発売されました、材料はですね、ボディ、この部分、オタマジャクシのようなね、ギターの本体となる部分をボディと申します。この材料がマホガニ、マホガニでできてるんですよ。ネック、一般的にはネック、演奏するときに使うこの手を添えるとこですね。これもマホガニでできております。そして指板、フィンガーボードなどとも言います。このように、指を置いてね、フレットが打っておりまして、指を置く部分、これを指板と言います。もしくはフィンガーボード、この部分はローズウッドでできております。基本的にはその2種類の木の組み合わせから構成されております、そしてエレキギターですから、ピックアップ、この部分ですね、磁界を発生させたものをマイクだと思ってください。ここで拾うわけです。そうするとこちらの方の私が使用しているマーシャルのアンプから音が出ます。ピックアップはね、 P90 と呼ばれる、 P90 なんて言いますね、この部分です。 P90 というね、シングルコイル、これまた後にご説明いたしますね、シングル、すごく簡単に巻いてあるわけです。ぐるぐるぐるっと、ピックアップはね、P901980年から採用されております、を搭載しております。あと著名な使用者、憧れてね、ギターを自分のね、好きなギタリストと同じモデルが使いたいっていうことで、買う方いらっしゃると思うんですが、まず有名なところで言うとキース・リチャーズさん、有名ですね。ローリングストーンズのビリー・ジョー・アームストロングさん、この方はグリーンデー、そしてジョン・レノン、も使っておられます。そして私、竹下敦史、パジャマーズも、このレスポールジュニアを愛用しております。この中で好きなギタリスト誰かと言いますと、皆さん好きなんですが、ジョン・レノンかな。ギタリストっ
って思われるかもしれませんが、ギタリストですよ、ジョン・レノンさんは。私はね、このレスポールジュニアにね、弦によってね音色が変わるんですよ。特にシングルコイルの場合ね、こう震える弦の、物理的に震える弦がそのまま音になりますんで、弦のメーカー、弦の太さによって明確に分かりやすく音色が変わります。私がね最近愛用しているのは、レギュラースリンキーと呼ばれるね、アーニーボール社の弦を愛用しております。その前はねダダリオを使っていたんですが、ダダリオはねすごくあったかい音がするんですよ。ただライフが短いんです。錆びやすいんですよ。でも好きですごく頻繁にね、ギブソン社のメンテナンスオイルを用いてメンテナンスしたんですが、どうしてもねメンテナンスしなければいけないサイクルは短いんです。弦の交換がね頻繁に行わなければいけないんで、今はこの、アーニボール社のレギュラースリンキーを使っております。以上でねレスポールジュニアのご紹介、まずその1を終わらせていただきたいと思います。いっぺんにお話ししてもねなかなか伝わらないと思いますし、私もね、徐々に自分の使っているギター、どのような成り立ちでできているのか、どのようなね歴史的背景があるのか勉強しながら、ね、皆さんと一緒に学んでいきたいと思います。それではかっこいいギタリスト、レスポールジュニアの愛用な著名人竹下敦史がお送りいたしました。それではね、ぜひこのモデルもう販売してないと思いますが、ギブソン社の方でねまた来年のラインナップになったら登場すると思います。ぜひすごく弾きやすい